石井和久は結局有能なのか無能なのか。こちら石井さんの22年と23年の経歴、判断に困る内容になっております。GM 時代のビッグマウスがね、借金減らし始めたのが今江と永井の一軍コーチバってきたらなんだからその二人の力でしょ。西武ハムがひどいだけやし無能よ。有能じゃなきゃ2位にはならんやろあの戦力で。選手が、ようやっとる。今江が有能だった実際なんしてんのかは知らんけど、GM 石井と監督石井は別人のように話題にならなくなったな。有能でんやろ。永井健とクリゴリのおかげやろ。3位、4位のチームをこれじゃダメだと引き継いで3位、4位、3位。コーチに従うだけだからコーチ次第。仮に3位に上がったとしてもロッテの自滅だから評価されないしな。永井有能なのか現役の頃好きだったから嬉しい。まだ金ある時に三木谷から金引っ張ったりドライチ外した時のリカバーとかは有能。外人ガチャとトレードはもう少しどうにかしろ。観客減らしてるから無能だろ。無能やろ GM 時代から強化して毎年失速。ルーキーでこんな成績で話題にならんって地味な球団のせいで気の毒やな。ご視聴ありがとうございました。